6番の問題です。右の図のように関数 y イコール x 分の a。まずこちらが y イコール x 分の a。えそして y イコールの px プラスの q というグラフがあります。このグラフが2点 ab で交わっていると。とこの a 点と b 点の座標も出てますね。a 点の x が 1> 1そして、b 点の x が3だということが書いてあります。このとき、次の問いに答えなさいです。1番、関数1において、a の値が6とする。つまり、この y イコール x 分の a を y イコール x 分の6としますよということが書いてあります。ということは、x が1のとき、1分の6ですから、y も6。 x が3の時3分の6ですから y が2というふうに出てきました x の変域が1から3の時 y の変域を求めなさいという問題です x が1の時 y は6となっていますからそのまま真下に6と書きましょうそして y でもう一つは x が3の時 x が3の時 y は2となっていますから y の値は2とすると y の変域はこっち向きに作って6、2ですね。2から6の間ということになりました。2番関数1において a の値が6とするとき関数2の直線の式を求めなさいということになっています。さて関数2の方ですけれどもこちらは y イコール px プラス9の p の値まずは傾きですね。 傾きの方は、x の増加量が1から3でプラスの2、y の増加量が6から2でマイナス4となっています。p の値は、x の増加量分の y の増加量で求められるから、マイナス2と出てきました。ということは、p の中身がマイナス2ということで、y イコールのマイナス 2x プラスの 9まで分かったということですここに好きな方の座標、今回はこの1、6を入れてみましょうかえ。この直線を通っている座標を1つ入れてあげればいいので、x が1のとき、y が6を代入してみます。6イコールのマイナス2プラスの9となりましたから、9の値は8と出てきました。ということで、2番の回答は、y イコールの p がマイナス2でしたから、マイナス 2x プラスの8というふうに出すことができました。では3番の問題です。3番の問題を解く前にもう一度確認です。1の関数は反比例、y イコール x 分の a だと書いてありますから、y イコールの x 分の a。そしてもう一つの2の直線は、これは一次関数。 y イコールの px プラスの9というふうになっています。今回はこれだけの条件の中で、a の座標が x が1のとき、b の座標が3ということで、この状態で三角形 a, o, b の面積をということですから、a と o と b を結ぶと。この三角形の面積を求めてくださいというのが今回の問題と。 いうことになります三角形の面積を求めるために必要なのはこの三角形からこの小さな三角形を引いてあげれば出すことができるというのは分かるんですけれども A も B も座標が分からないということで A を用いて今回は解きなさいということになっていますそこでまずは y イコール x 分の a こちらの方に代入をして A をを使ってて Y の座標を求めていきますまず A の座標は x が1と分かっていますから1分の a なので y の値は a。もう一つ B の方は x が3と分かっていますね。こちらも y=x 分の a の方に代入をして3分の a というふうに文字式を作ってみます。 そして、えー、AB の直線を求めないと、今回は求めることができないわけですけど、一番のポイントとして知りたいところが、この座標なんですね。この点がわからないとここから先問題を解けないので、あくまでこの大きな三角形から小さな三角形を引いて、今からこの面積を出したいわけです。ですので、 そのためには y イコール px プラス9を直線の式を見つけなければいけないということなので先ほどと同じように解いてみたいと思いますまず x の増加量 y の増加量を見ていきますが x の増加量は1から3となっていますからつまりプラス2で増えています y の値は a から3分の a になっていると いうことでいくつ下に行ってるかを見ていきたいんですけど a は3分の 3a になりますからということは下に向かってマイナス -3 分の 2a というふうになってるここを見つけれるかどうかが大きなポイントだったような気がしますそうするとこれを使ってまずは p の値を出していきますえー、p は x の増加量分の y の増加量で考えれば x の増加量が 2y の増加量はマイナス3分の 2a 分数の中に分数みたいになっちゃってますが上にも下にも3をかけてあげれば6分のマイナス2 a になりました約分するとマイナス3分の a になりますこれで p の値は マイナス3分の a と出すことができましたでは今度も先ほどと同じように今度は9を出すために座標を代入して見ていきましょう、えー、今 p の値だけ分かりましたから今度は a の座標を代入して q を a を使って表してみたいと思います y イコール px プラス9の x のところにはえ1を そして y のところには a を入れてまた p のところには先ほど出したマイナス3分の a を入れていきます確認ですけれども a の座標を今回は代入しましただから x に 1y に a が来ていますそして先ほど p の値傾きは出しておきましたからこれで式を作ってみるという流れですでは作ってみましょう A イコールの P はマイナス3分の AX はかけるの1プラスの9です。すると A はマイナス3分の A プラスの9になったので9の値は A プラス3分の A。すると9の値は 3分の 4a と出すことができましたこれでこの直線の式を a を使って表すことができるので直線の式は y=−3 分の ax+3 分の 4a というふうに直線の式を出せましたさあ知りたかったポイントはどこかというとここですねここを知りたいわけですから この座標というのは x 軸の上にあるので y の値が0だと分かっています。ではこの今出した直線の式に y に0を代入してみたいと思います。0イコールのマイナス3分の ax プラス3分の 4a。移行して3分の ax は 3分の 4a 両方3倍すると ax は 4a で x の値はきれいに4と出てきましたつまりここの座標は x が4というふうになったわけですさああとはこの三角形の面積を求めていきますけれども今分かっている分でここの底辺に当たるところは4そして 高さに当たるところは y の値を見ればいいので a ですね大きい三角形の面積は底辺 4× 高さが a× の2分の1ここから今度は小さい三角形この三角形を見ていきますがこちらも底辺は4高さに当たるところは3分の a を見ればいいので 4× 3分の a かけるの2分の1となります。さあということはこれを計算していくわけですけれどもどちらにも4かける2分の1が入っていますので4かける2分の1括こ a マイナス3分の a と、まあ、この計算の利用はできない人はできなくても OK です。すると4かける2分の1で2。 a マイナス3分の a で3分の 2a となりました。すると今回は3分の 4a という答えが出てきます。今回の回答三角形 AOB の面積は3分の 4a というふうになりました。